やっぱり森の中は空気が違うわね。爽やかで気持ちがいいわ。呼吸するたびに疲れが抜けていくみたい。木漏れ日もキラキラして綺麗だね。眩しすぎず暗すぎず、時々聞こえる鳥の声もいい感じに眠気を誘ってくれる。かなた、せめて途中にある休憩小屋までは眠らないでください。今日歩くハイキングコースは全体が舗装されていますが、ぼんやり歩くのは危険です。あ、あそこの枝、鳥が止まってるわ。なんていう鳥かしら。待って、調べるずら。まる、家から野鳥の図鑑を持ってきたんだ。それに双眼鏡も。よいしょっと。そんなもの荷物に入れてて重くないの？知識の重みは尊いものずら。エリさんが見つけた鳥調べるね。双眼鏡で姿を確認するずら。エリさん、鳥がいるのってどこ？あそこに。あら、もうどこかに行っちゃったみたい。日の光が届かなくなってきましたね。だいぶ山の中を進んだようです。皆さん大丈夫ですか？ついてきていますか？愚問ね。このヨハネが山道ごときに負けるとでも思ってるの？よしこちゃん、歩き始めた時より元気になってるね。よしこではない。まあいい、許そう。山は神と魔物が息づく混沌の異界、そこを進むヨハネの魔力も最高に高ぶっているのだ。言っている意味が分かりません。暗い森が非日常味にあふれてるから興奮してるみたいずら。どうしたの？今そこの茂みが揺れて、何かいる。花丸、お願い見て。あ、わかったずら。大丈夫、何もいないよ。本当？びっくりした。何事？いやエリー、待ちなさい。どこに行くのですか、エリー。見えなくなっちゃったずら。足早いわね。じゃなくて、ハイキングコースと全然違う方向に走って行っちゃったんだけど。追いかけないとまずいのでは？そうですね、エリを放って進むわけにはいきません。皆さん、行きますよ。